こんにちは、みなュ手です。こんにちは、で日は火山クセが地球の最新情報と元気をお届けしております。2月17日のメンバー限定講義は地球号巨大地震の原因化ということでお話しさせていただきます。どうぞ、よろしくお願いします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震情報ですね。なんとですね、皆さん。本日、国内で新たな地震が発生したということが新たに判明いたしました。今日の動画では地震の最新情報をお届けするとと,ともに、 次の震度7が危ない場所について詳しくお話しさせていただきます。はいって決定今日もよろしくお願いします。ここは99%震度7ですということでね、3つのテーマをご意見しました。まず1つ目地震の最新情報。関東で地震3連発、99%震度7になる場所ということでお話しさせていただきます。まさじめにこの動画の結論から申し上げておきますと、 今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。何しそううのを言えるのか。それはこの動画を最後まで見ていきましょう。とってもよくわかんになりませんでした。ご覧ください。それでは今日も元気にやいっていきましょう。まずは国内の地震の最新情報をお届けいたします。本日国内で震度4の地震が発生いたしました。事件が起こりましたら西の島から北に1193キロ行ったところにあります。石川県の能登半島ですね。 1>, 1月1日に、能登半島で、ポンズが蒸発する震度7の地震が発生した場所でございますけども、ここまでの能登半島の地震、1月1日はブワーッと、おびただしい数の地震が起こっておりましたが、最新の地震活動がこちらです。さーっとね、地震が収まってきておったところだったんですけども、本日、震度4の地震が起こってしまったということですね。 こちらが今回の地震です。本日2月11日12時36分頃に、能登半島で地下深さ 10km、マグニチュード4.7、最大震度4の地震が発生いたしました。最大震度4ってどれぐらい揺れるのかと言いますと、ほとんどの人が驚きます。伝統などが大きく揺れ、最悪の場合、ポンズが倒れる恐ろしい地震でございますね。 で、この能登半島なんですけども、能登半島の海側には、断層が一つ、二つ、三つ、四つあります。で、今回の地震なんですけども、これはおそらく断層2か3のどちらかでブワーっとですね、地震が発生したのではないかということが考えられますね。 ちなみにこの能登半島、将来断層を読んで大地震の恐れがあるということであります。もしここで大地震が起こりますと、津波も危ないということでありまして、今後も要注意な場所になっておりますね。続きまして、関東で地震3連発ということで見ていきたいというふうに思います。今回事件が起こりましたのは、西の島から北に878キロほど行ったところがあります。関東平野ですね。 関東平野と言いますと、人口約4000万人、面積1.7万平方キロメートル、西の島4500個分の国内最大の平野になります。この関東平野ですね、まずはこちら。 過去3年間に起こった地震を映しております。図中の丸マークが関東平野で起こった地震ですけども、なんとこの関東平野、3年間で333回の地震がブワーッと起こっている場所になりまして、地震がね、めちゃくちゃ活発な場所になります。 ほとんどが小さな地震であるんですけども、たまに大きな地震が発生することもあります。関東平野の大地震といえば、例えば、茨城県南部で起こりました。2022年の11月の地震ですね。マグニチュード4.9。ポンズが割れる、震度5強の地震が発生したこともあるということであります。関東平野の地下なんですが、太平洋プレートとフィリピン海プレートの2枚のプレートが沈み込んでいる環境になります。 で、関東平野でよく起こる地震はですね、この沈み込むフィリピン海プレートの地震、あるいは沈み込む太平洋プレートの内部でよく地震が発生いたしますね。そんな地震が活発な関東平野で、この度地震が3連発したということで見ていきたいと思います。まず1回目の地震は、茨城県南部で2月10日にマグニチュード4.0、震度は3の地震が発生いたしました。 そしてこの地震の後、千葉県南部で、えー、この千葉県北西部ですね、指定いたしました。2月10日、マグニチュード3.1、最大震度中の地震が発生します。そしてこの地震の後ですね、茨城県南部で本日2月11日にマグニチュード4.0、最大震度2の地震が起こったということでありまして、このように、えー、この関東平野で地震が3連発したということですね。特に、えー、この地震によって、えー、昨日の地震では、 震度3が観測されました。最大震度3というと、どれくらい揺れるかと言いますと、屋内にいる人のほとんどが揺れを感じます。または、ポンズが倒れるか倒れないかの瀬戸際であるということで、この要注意なのが、この震度3の地震であります。で、今回の地震なんですけども、これすべて、この沈み込む太平洋プレートの内部で、3回の地震が発生したということで、ね、最近この辺り、地震が活発になっているということでございます。 はいで。実はですね、皆さん、このご紹介しております。地震が3連発いたしました関東平野なんですが、99%、震度7が観測される危険な場所があるということなんですね。それは一体どこなのかということが気になってまいりますが、ここで皆様に今日の問題でございます。今日は地震が起こりまして、この関東の意外な名物だ、次のうちと一周回ていくという考えください。 クジラ、揚げ出し豆腐、お好み焼き、謎の組織を長万部地震研究会が開発した幻の一品、モリモリプロテイン、宇宙のパワー、さっと一緒かということを考えください。3、2、1、配、はい、終了です。正解はですね、なんとこれは、 一番のクジラということでありましてですね、皆さん。意外にもこの関東平野クジラが有名ということで、皆さんクジラ好きですか僕もね、クジラ大好きですけども、美味しそうですね。はい。まあ、余談はですね、これぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。99%、震度7が観測される場所について見ていきたいと思います。まず結論から申し上げておきましょう。99%震度7が観測される場所、ズバリ、埼玉県なんですね。 はい。なぜ埼玉県かということで今日はですね、詳しく見て参りましょう。まずそもそもですね、今日ご紹介しております、この関東平野なんですが、将来大地震で危ない場所になっているんですね。どうして関東平野が危ないのかそれはズバり、地震で揺れやすいからになります。特にね、このオレンジ色のところというのは、地震で揺れやすい場所になっております。いかに揺れやすい場所であるかということで見て参りましょう。 例えば、2004年10月23日に、新潟中越地震が発生いたしました。マグニチュード6.8、ポンズが蒸発する震度7の大きな地震でございましたけども、まず地震が起こった場所、おおよそこの星マークのところで地震が起こりました。地震が起こった直下の新潟では、この地震により、震度7が観測されておりましたけども、 さらにこの地震の揺れ方について詳しく見てまいりますと、地震からちょっと離れた南の栃木県、群馬県、そして長野県のあたりでは、震度3が観測されておるんですけども、一方ですね、さらにこの地震から離れた関東平野ご注目していただきますと、なんと地震から離れているにもかかわらず、関東平野全体で震度4が観測されているではありませんか さらにこの関東平野の中央部でも震度5が観測されていてですね、いかにこの関東平野が揺れやすい場所であるということを示しているわけでありますね。では、どうしてこのように関東平野揺れやすいんでしょうかそれはズバリ、 地面が柔らかいからなんですね。関東平野の地下というのは地下深いところは硬い岩からできているんですけども地下の浅いところというのは柔らかい砂が埋まっているんですね。そしてこの柔らかい砂こそ 関東平野が揺れやすくなる原因であるということであります。この柔らかい地面というのがですね、揺れやすいということなんですね。えどういうことかというと、例えばですね、皆さん、ここにプルプルのお豆腐とアイスクリームがあったとしましょう。横に揺らすと揺れるのはどっちでしょうかというと、それはズバリこのプルプルのお豆腐ですよね。こういうふうにプル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 え震えるわけでございます、ブワーっとね、震えるわけですね。 で、ま、あこのように、柔らかいものというのは揺れやすいという特性があるわけであります。で、これはですね、お豆腐とアイスクリームの事例ですけども、これも地面も一緒のことであります。もしこれ、下の地面が柔らかい地面だった場合ですね、これお豆腐のように大きく揺れてしまいます。一方で硬い地面だった場合は、カチカチですので、アイスみたいに揺れにくいということになるわけですね。はい。では、なぜ柔らかい地面というのは大きく揺れてしまうんでしょうか それはズバリ地震が大きくなってしまうからであります。柔らかい地面では地震がどのように伝わるのかを見ていきましょう。柔らかい地面が、え地震が通る場合というのは、こんな感じで地震はゆっくりとですね、伝わっていくんですね。 地震がゆっくりと伝わる場合、地震は大きくなってしまいます。そのために柔らかい地面というのは揺れが大きいんですね。逆に硬い地面というのはどのように地震が伝わるかといいますと、地震はふわっという感じでね、地震は素早くえ伝わっていきます。地震が素早く伝わる場合、地震は大きくなりにくいんですね。 そのために揺れが小さくなるということになります。特にこの関東平野、地面が柔らかい場所が多く、地震が大きくなりやすい、揺れやすい場所であるということであります。で、でそれでですね、皆さん、それだけではないんですね。この関東平野、揺れやすい場所に加えて、地震に要注意な場所もあるということです。続きまして、この関東平野で大地震が危ない断層についても見てまいりましょう。 関東平野大地震が危ない断層大きく3つ存在いたします。まず1つ目、埼玉県に1つ。2つ目が東京都西部。そして南の南、三浦半島ですね。1つ見ていきましょう。まず埼玉県ですが、埼玉県にあります深谷断層と、 綾瀬川が断層ですね。それぞれこの断層ではマグニチュード7大地震の恐れが将来ありますので、要注意の断層になっております。そして中央部にあります、東京都西部の立川断層、こちらでもやはりマグニチュード7断層です。な、マグニチュード7大地震ですね。指定いたしました。さらにこの南にあるミ浦ラー半島断層ですけども、この断層は東日本大震災の影響を受けたというふうに考えられております断層です。で、明日大地震が起きてもおかしいす。 かしくないいと言われている場所で,ございますで、ということで、ここでね、マグニチュード7クラス大地震が起こるかもしれないよということで、まあこのように関東平野というのは1、一つ二つ三つのですね、危険な断層が存在するということで要注意であります。で、実はですね、皆さん、この三つの断層のうち99、99%震度7になる断層が存在するということなんですね。 それはどの断層かと言いますと、ズバリこれはですね、一番上にあります。埼玉の断層が危ないということになります。どうして埼玉の断層が危ないんでしょうかそれはズバリ、最大でマグニチュード8地震の可能性があるからであります。はい、詳しく見てまいりましょう。 この埼玉の断層ですね、深谷断層と綾瀬川断層、それぞれマグニチュード7大地震の可能性があるというふうにご紹介しておりましたけども、実はですね、この深谷断層と綾瀬川断層で同時にマグニチュード7大地震の可能性があるということです。もしそのようなことが起こってしまうと、一気にマグニチュード8大地震になってしまうということですね。 この地震の規模は、能登半島地震よりも4倍も大きな地震になってしまうということがありましてね。さらにですね、この能登半島地震よりも4倍大きな地震が起こります。この関東平野ですね。地面が柔らかいですから、揺れやすい場所です。そんな揺れやすい場所でですね、皆さん、マグニチュード8大地震が起こってしまうとどうなるでしょうか。それはもちろん99%、ポンズが蒸発する震度内になる可能性があるということがありましてですね、皆さん、このあたり、 今後も要注意ということですね。また新しい情報が入りましたら、すぐの時計テたしますので、情報を見忘れたためにも、ぜひともチャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。では今日の問題でございます。関東平野が地震で揺れやすい原因は何でしょうか地面が柔らかいから、硬いから、謎の組織に狙われているから、さっどうしようかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。 では、ここまでの簡単なまとめを振り返ります。まず、能登半島、地震が収まりつつありますが、本日、震度4の地震が発生しております。まだまだ余震活動、活発な状態です。今後も強く揺れる恐れがあります。今回の地震は、震度2、 ち、ち、ち、断層2から3にかけてね、地震が発生したのではないかということで失礼いたしました。で、将来ですね、この断層4で大地震の恐れがありますから、要注意です。海で地震が起こりますと津波はあり、ま、危ないんでね、こちら、要警戒の場所になっております。で、今日ご紹介したのはこの関東平野、国内最大の平野であります。 で、今日はですね、この関東平野、まず地震3連発起こりましたよということでご紹介しております。今ね、このあたり地震が増えておるよということですね。これらの地震、沈み込む太平洋プレートの内部で起こった深い地震になっております。よく起こる場所で地震が起こりました。 で、なぜこの関東平野揺れやすいのかということで見ていきました。どうしてかというと関東平野というのは柔らかい地面なんですね。柔らかい地面というのはお豆腐と同じように大きく揺れてしまいます。なので危ないと。一方で硬い地面のところはですね、アイスみたいに揺れにくいよということです。 で、この、えー、地面がですね、柔らかい場所、揺れやすい場所なんですけども、特に、えー、要注意な場所としては、えー、この埼玉と東京都西部、そして三浦半島だと。この三つのところに断層がありまして、えー、危ないんだと。で、特に一番危ないと考えているのがこの埼玉の断層ですよということです。埼玉の深谷断層と綾瀬川断層ですね、それぞれマグニチュード7大地震の可能性があるんですが、この大地震が合わせて発生する可能性があると。 もし合わせて発生した場合は、マグニチュード8の大地震となりまして、能登半島地震よりも4倍大きな地震が起こると。で、この柔らかい場所でマグニチュード8クラス大地震が起こってしまうと、これ99%震度7になりますよね、ということでお話しさせていただきました。ということで、関東平野、今後も要注意でありますということでございました。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いします。2月17日のメンバー限定講義は、地球号巨大地震の原因化ということでお話しさせていただきます。こちらもどうぞよろしくお願いします。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。ビビィィ